もう食べられないっす。最後はリーダーの出番だな。いや、待ってました。星と共にあらんこと。今日も長いぞ。俺たちは星を救うため共に立ち上がった同士だ。金はねえ、仲間も多いとは言えねえ。だが俺たちの心には半神羅の炎がメラメラと誰よりも熱く燃え盛ってる。犠牲は少なくねえだろう。だが俺たちはたとえ命に変えても神羅を打ち倒しこの星を守る。腹を切りで俺についてこい。おー、この腹と共に戦い抜くっすか。おう、覚悟は得意だ。よっしゃ。よし、今夜はケーキ漬けに飲み倒そう。次はコスモキャニオン追加ね。追加ね。切っていいよな。もちろんあいつらを忘れるわけじゃねえ。そりゃ無理な話だ。でもよ、後悔はもう終わりだ。またか。どうだ、月見酒でもやらんか。結構だ。せっかく褒美をやろうと思ったのに面白みのないやつめ。所詮は盗っ人か。盗っ人？我が源氏をことごとく奪っておいて盗っ人以外に何と呼ぶ。お主が揃えた6つの源氏、兜に胸当て、財布の小手と具足、そしてこれが最後の一つ。我が所持する源氏の盾よ。それもエンシェントマターか。違う、源氏シリーズだ。7つの武具さえ揃えば欠落した記憶が戻り、我がどこから来てどこへ行くのか思い出せるはずなのだ。故に
をかけた最後の勝負を申し込む。誰こそが伝説の剣豪ギルガメッシュ。決闘の地は我が島。ギルガメッシュアイランド。勝手に。とお主と刃を交えるその日を首を長くして待っているぞ。
っと